役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分け、あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターン。3番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。占い師です。西郎です。西郎、把握お願いします。そうですね、レノさんは私のところで出てきてください。はい。で、岸さんはグレー詰め盤面の時出てきてください。私はその方が強いと思ってます。で、あの霊能さんが太鼓をいた場合、2番目とかね、いた場合は霊能さん、はい、私は決め打ちできるなら決め打ちしていいと思っているタイプです。あとはそうですね、皆さんの発言しっかり聞いていって、まあ一人一人ね、どうだろうな、まあ最初トップアップは俺だから、まあ俺がまあ人狼陣営あり得るのか、もしそうであれば、どことつながりそうかとか、まあちょっときついだろうけど、なんか要素いろいろちょっと落としていってみてほしいかな。うん。それで多少ないと話はいろいろ進んでいくんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。4番のプレイヤーが発言します。3番についてはわからないですけども、現状1人しか出てないので、とりあえず死んっていう感じで、太鼓を出てから考えたいですね。って感じですね。そうですね。村を残して狼釣りたいですね。筋一の村人を残してね、アクロ釣りたいですね。そう、変な動きやめましょうね。白い発言もしてないのに、いきなり初日からアーマーするとか、守られるわけないでしょっていう。ずらして人に迷惑かけるとか、走らしてもう勝つ気ない行動を取るとか。そうですね。炙り出して、役を語り、そしてスラする人。釣りましょうよ。もう人外でしょ、そのメンタルは。逆に釣れない村が俺は驚きです。そういう風にね、あとはね、太鼓が出たら出る。当たり前のことができない人がもう本当に多いですね。あの、セオリー守りましょう。以上。5番のプレイヤーが発言します。とりあえず発言した3番さん、4番さんに触れていくんですけど、まず3番さんに関しては、ちょっと思うところがあるんだけど、まあ、2週目で言おうと思います。で、あの、まあ、言ってること自体は、ま、別に、え？これは、はい、続行します。で、3番さんに関しては、はい、あの、まあ、言ってることは普通かなと思いました。で、まあ、思うところがあったのは、あ、何言おうとしてたんだけど、ごめん、ちょっとぐやりましたけど。で、4番さんに関しても、まあ、進行論は分かりました。まあ、普通のことを普通にやりたい人だなと思いました。まあ、2週目でグレースケール聞かせてください。自分の思考開示としては、なんかあるかな。狼の探し方ね。なんか最近これ言ったらめちゃくちゃ怒られるんだけど、結構フィーリングセンサーが好きなんですよね。うん、ただそこは、あの、なんかもう、フィーリングセンサーできそうだったらするって感じですよね。まあ、理由はちゃんとつけようと思うんで。はーい。6番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣営でした。3番さん、2番さんにしろ把握してます。霊能は3番さんの位置でドーンと出てくれっていうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたし、3番自体今のところいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。4番さんについては結構強気な発言ではありますが、狼を探そうっていう意欲は感じられたかなっていうふうに思います。狼釣って村人残したいっていう気持ちは同じですね。5番さんについては、まあ、敗損宣言があって、ちょっと発言がぐだってしまったのはかわいそうでしたが、最後は結構意欲感じられたんではないかなっていうふうに思いました。
この自分の考察を聞いて、この後の発言位置の方々が、ヘイトを飼いたくない狼だ、みたいな視点を落とすと思うんですけれども、自分別にヘイトは飼いたいと思ってないので、そういう考察してもらっても大丈夫です。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。6番さんに関しては、めちゃめちゃ落ち着いた考察をする方だなって思いました。印象いいなって素直に思いました。で、3番さんに関しては、まあ、可もなく不可もなくって感じで、まあ、いいんじゃないですかって感じですね。で、4番さんは3番さんに対して、まあ、2周目対抗が出てきてから考えるっていうのは同意見で、4番さんが、その村人陣営を釣らずに狼釣りたいですねっていう発言は村人の思考だと思ったし、あと、良かったなって思ったのが、その、村すらとかそういうのはもうなんかややこしくなるから私も反対派なのでその人を釣るっていう発言はいいなって思いました。なんかそういうのがややこしい盤面が作られない対策の発言でいいかなって思いました。5番さんは申し訳ないんですけどあまり印象がないので2周目期待です。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい。8番です。お願いします。7の印象が悪いですね。5番さんって3番さんに思うところがあるって言ってたのに何も言ってないんですけど、まあ、2周目言うって言ったけど、それに関して7番さんは何も思わなかったのかなっていう点で、7番さんの印象が今は悪いですか？声は可愛かった。占いに関しては、例の釣り切れるかじゃ、決め打てるなら決め打ちたいって言ってることから、表面は薄いのかなっていうふうに思いました。ぐらいかな。その他のグレーに関してはちょっとね、2周目1かなというふうに思いますけど、4、6に関しては。まあ、盤面固まったら精査して、黒いところをしっかり釣っていきましょう。うん。以上。9番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に仕事はございません。今のとこ一番印象がいいのは8番さんです。8番さんです。正直4、まあ4、5、6、7、まあ、最初の1ら辺の人は知らないと思うけど、なんかみんな前の人のことを印象よく置いてるから、ちょっとなんか、この村活性化がなさそうだなと思った。聞こえない？聞こえますか？マジ聞こえない？あ、L、オッケーオッケー、ありがとう、ありがとう。なんか、6、7ら辺もまあなんか、前の人の印象をいいって言ってて、あ、8番さん行くの、わかった。8番さんはそこでなんか、矛盾している、まあ気になったところを月に行ってるって姿勢が良かったかなって思った。8印象いいぐらいだね。1周目頑張ります。1番。のプレイヤーが発言します。おはようございます。占い師6番さんシロです。6番さんランダムシロ箱お願いします。この3番さんに関しては、エンドポジの2番さんにシロを打っていることを、連動を決め打ちたいという発言をしていることから、現状は強靭目が強いなとは思っているが、強靭に見せたい狼の可能性もあるので、まあ、現状は分からない。素直に最初の発言だけ聞くと興味の方が高いのかなと思っています。山本さんに関しては、まあ話してる、違うな。気になるところから話したいんだけど、8番さんがいないんですよね。8番さんが、まあまず一番叩きやすいところを叩いてるのかなって感じですね。5番さんが言っている3番さんに思うところは、僕も思うところはあるんですけど、それは別に何の要素でもなくないですか？と思っている。で、その8番さんが一番印象がいいと言っている9番さんが8番さんの評価をしている可能性もあるので、8、9がめっちゃ怪しいと思って。2番のプレイヤーが発言します。
3番のプレイヤーが発言します。はい、私霊能です。はい、霊能スラです。2番さん大丈夫かな、戻ってくるかな。8番さん聞こえてるかな、大丈夫かな。1番さん、神格です。はい、あ、8番さん聞こえてる、よかったです。はい、6番さんは圧倒的強靭でしょって私は思いました。はい、あ、1周目の発言の時点でね、まあ今回対抗出てるから、まあ1番さんが6しろっていうことは、まあもう圧倒的に強靭。はい、で、ですね、そうだな、怪しい位置としては8球っていう1番さんの目線が良かったかなと思いましたね。5番さんが何だろう、福音を持たせて鬼に対して思うところがあるってとか、別に叩く要素でもないし、それで言ったら6番さんも叩くべきではと俺は正直思ったのでね。うん、でそれを印象よく見た9番さんっていうのは、まあそうなのとしか思わないから、どこがって思ったから、まあ8球を今日釣りたい位置として、今日釣りたい位置じゃねえわ、怪しい位置として見てて、で6が人外なんで6釣りですわ。そうだよもう俺がやべえやつだった。はい、どう考えてもあのヘイト買いたくないでしょとか、村でやるべきでもないし、たとえ霊能だったとしてもやるべき発言ではないと思っている。うん、でああいうことをやれるのは強靭でしかない、で対抗で出ている。はい、っていう時点も強靭です。6番さんは人外釣りましょう。6番さん。4番のプレイヤーが発言します。2番が反応ないともう2番釣るしかないんじゃないですか。で、明日は3、6の決め打ちか、1番が黒出してくれれば、どこ釣るかっていう。白だったら、まあ2釣って白だったらもう3、6の決め打ちかグレーかだっていう厳しいけど、2番がいればもう3、6ロラナがいいんだけどね、本来。困ったね。あ、これ平和村でいいんでしょ？平和村で。まあ、1番に進行を任すわ。俺ちょっと、まあ、平和村だったね。あ、まあ、2番が進、占いかもしれないけども、ゲーム進行上は、まあ、1番に任せますけど、まあ、2つって、3、6の決め打ちか。黒が出ればいいけど、てか、そもそも2番占い師だったらやばいけど。困ったね。どうしたらいいんだろうね、こういう時って。まあもう2番占い師だったら負けってことでいいんじゃないのかなっていうか、そもそも2番がもう占い師だったら1番申告してくれたら狼の勝ちでいいんだけど、もうだるいんだけど俺的にはもう。別に2番が死んだら2番がもう悪いから、2番、村陣営の負けで別に構わないんですけどっていう。別に俺は1番陣営だったら申告してくれれば、陣営の勝ちにしますよ。はい。2番が死ぬままやるのがだるいんだけど。じゃあ本当に1番死んでいいのね、これは。まあ、じゃあ1番死ん進行でいきますか。はい。5番のプレイヤーが発言します。あ、すいません。ちょっと画面固まったからタスキリ行きました。で、一応自分が最後把握してるのは3番さんと、6番さんが霊能で、で、自分が思うところがあるって言ったのは、3番さんが確実に霊能すらするんだろうなっていうふうに感じましたかね。で、だから、なんちゅうんだろうな。で、今日ごめん。霊能釣り切りから行くのか、グレー詰めるのか分かんないけど、自分が現状感じてるのは、霊能3番、まあ、結局この占い師 1CO 盤面が形成されてるので、ローメがあるとしたら3番さん。ただ、6番さんの、なんか共鳴っていうのも捨てきれないかなっていうふうには感じてるかな。なんだろうな。いや、正直僕も3番さんの位置だったらそういう行動を取るんだけど、この、なんだろう、1、2番面だったら、申し訳ないけど3番さんの黒って結構あるかもしれないから、レーノから行くんだったら3から行こうと思ってるって感じですかね。で、グレーの考察に関しては、これはちょっともう1番さんの丸々便乗になってしまうんだけど、8番さんの、なんか、7番のヘイトの向け方っていうか、別に僕思うところがあるっていうか、普通多分結構透けたと思うんですね、3番さんのあれって。わかんない。だからその、結局、8番さんの思考の中で、なんか7番さんがそこを指摘できないから印象悪いっていう発言だったけど、7番さんって別に、なんだろう、別にそこも気にならなかったし、自分は。別にその、言ってること自体は別に普通に感じてたから、7の8へのヘイトの、あ、ごめん、8の7へのヘイトの向け方っていうのがおかしく感じた。
だから9番さんもなんかその、釣り位置上げたから、なんか8を白く見るっていうのは僕も違和感かなと思ってるって感じかな。だからグレーから行くんだったら8、9でいいかなと思ってます。6番のプレイヤーが発言します。5番さんに言うのは、2番さんが発言もできずに行動もしてなさい、あ、してないので、聞こえなく何も反応してないので、今日2番詰めなきゃ、明日、今日村を釣ってしまった場合、PP になりますよっていう話の観点から、2番釣りで行きましょうっていうふうに4番の岸さんが言ってましたよ。はい。まあまあまあ、それか、人狼陣営が、その1番が人狼なんだったらもう申告してくれってことを4番さんが言ってましたっていうふうに5番さんに補足しておきます。悪いんですけど、自分が1番さんに白を売ってもらってて、陣外だった場合って、霊能使をしないですね。囲われてて、もうこの盤面下でわざわざ自分が霊能使をするメリットがないので、今日3番に行ってもらいたいです。ローメもあるからですね。で、グレーの中で狼目が高いと思ってるのは8番さんです。ちょっとね、7番さんへの指摘が自分は不当に見えました。7番さんに対して、ちょっと俺聞き間違いだったの申し訳ないんですけど、霊の決め打ちをするっていうのは興味はないっていうふうに8番さん言ったんですけど、それって興味高くないって思ったんですね。だからその変な矛盾の指摘をして7番さんの芯を下げてるなっていう風に印象を受けましたので8番さん狼なのかなって思ってて9番さんはそこ聞き取れなかったのかなっていう風に疑問視してます。はい、そんな感じです。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。私は8番さんよりも9番さんかなって思っていて、8番さんは私に対して5番さんに対して引っかからなかったのかっていう押し付けしてきたんですけど、それは8番さんが引っかかっただけであって、私目線では5番さんが3番さんに対して2周目話しますって言ったのは何か意図があると思ったし、で1周目に話していない段階で5番さんに対して印象がなくなるのは必然で、8番さんが感じたことを私も感じてないとおかしいっていう考察はやめてほしいなと思ったけど、それ以外でなんか8番さんが狼っぽいっていうのは拾えなくて、で9番さんの考察が一番狼っぽいかなと思って、理由が8番さんに対して印象がいいって言ったのかな、で他の人が最初だから仕方ないのかもしれないけどって保険をかけつつも怪しいっていうことを言ってたんですけど、実時点では村人だからこそ言えることってあるんですよね。なんかこの人は白い、この人は印象いいって、村人って、なんていうんだろう、狼って村人に黒塗りをしないと勝てないゲームなんですけど、村人こそが白いなと思った人を素直に白いって言えるゲームだと思うから、9番さんの視点っていうのは、狼の視点なのかなと思っているので、今日は9番さんに投票しようと思っています。もし2番さんが回線切れ接続切れとか離席していないのであれば2番さんに投票してもいいのかなって思っています。現状2番さんが戻っていて特に怪しい考察がなければ9番さんかなって思っています。8番のプレイヤーが発言します。すいません、ちょっと912の発言を全く聞けてないんですけど、多分1番さんが占い師をしてどこしろだったんですかね。それだけ教えてもらえると本当に助かるんですけど。あ、6白ですね。わかりました。いや、6番さんに言われた狂人動向は、3が占い使用してて、霊能できれば決め打ちたいと発言していることからですね。7番さんでそういう発言があったわけじゃないですか。3番さんでそういう発言があったってだけですか。で、なんか9番さんが黒く見られてるそうなんですが、申し訳ないですけど、発言を聞けてないので、何とも言えないですね。申し訳ないんですけど。うん、で、57の精査をしたときに、そうだな。うん、57精査ね。ただし、申し訳ない。9の発言が聞けてないから、57の9に対する精査が合ってるのか間違っているのかが、俺目線全くもってわからないので、57についても精査がつかないですね。そこはね、申し訳ないです、本当に。ただ、5番さんの3番さんに言いたいことがそれだったっていうのは、今、納得しました。わかりました。
ただ、なんだっけな、3のロー目は低いみたいなこと言ってたのかな。オーバンさん、確か。そこはなんでなのかなっていうふうに思ったかな。うん、純粋にね。俺には分からなかった。これ、俺の聞き間違いだったら本当に申し訳ないんで。9番のプレイヤーが発言します。釣り位置に関しては1番さんに任せるけど、なんか、3も6もなんかどっちもうんって感じなんだよな。なんか、対抗釣ることばっかなんかどっちも言ってて、特に6番さんなんて、なんか5番さんに対して4の騎士が2を釣るって指摘してたよみたいな風に言ってたのに、自分は3番さんで要するんだって。村目線に立ってないよねってところだよね。んだから、1に任せるけど、僕はレノロラからでもいいと思います。はい。で、なんだろう、じゃあ7番さんがなんか、村人に立った視点でなんちゃらかんちゃらとか言ってたんだけど、いや、僕が8番さんを指摘したのは7に対して殴りかかっていたからじゃなくて、4,5,6,7 とまあもちろん 4,5 とかそれは叩く位置がないからしゃあないかもしんないけど、そこでなんか6番さんも7番さんも前の人に白しか置かないから、この村活性化しねえなと思ったのよ。で、そこで8番さんが、その、上げ足取りなのか分かんないけど、そこでちゃんとなんか指摘をしていくのは、結構印象が良かったから印象がいいっつった。それで叩かれる意味が僕、意味が分かん、意味、今めっちゃ片言になった。ちょっと、僕ちょっと意味が分かんないんだけど。うん。これ叩かれるのマジ理不尽だと思ってんだけど。っていうのを言いたい。まあ、2番さんが落ちてたら、2番さんっていいんじゃないかなって。うん。2番さんが落ちたら2番さんで、2番さん落ちなかったら、僕は例のオーララから行きたいと思う。はい。1番のプレイヤーが発言します。はい、お待たせしました。2番さんの発言がなかったら2番さん釣りです。正直ね、1周目6番さんめちゃくちゃ強靭臭いなと思ってたんですよ。3番さんすらしそうだなって思ってて。だから3番さんに対してずっと強靭性だったか強靭だって言ってたんですけど、2周目の3番さんめちゃくちゃ微妙でしたね。3番さん視点で1の、占いがないが近くし、1が怪しんでる8、9が怪しんであれば、2番さんがいた場合って、3番さんの釣り位置は6ではなく8、9ですよ。1の白先は6なんで、6強靭確定なので、わかります ?3 番さんが6を釣る必要がなく、1が真であることが確定した時点で、1の占い位置を狭めるためにグレー釣りです。はい、なのに3番さんは2が戻ったら6釣りっていう。ことを言っているんですよ。はい。3番さんの共鳴はめっちゃ上がったなと思ってて、なんだかあまりにも露骨すぎるから、強靭ムーブしてる狼の線もなくはないけどって感じですね。はい。まあ、それ以外に関しては、なんか、こう、ちょっと変に、どこ占おうとしてるのかを人外に、感じ取られたくないので、あまり触れませんけど、4番さんは、僕、鉄板越えしてください。大丈夫です。真の占い師なので大丈夫です。はい。2が発言なかったら2釣り。2番のプレイヤーが発言します。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのか。
が終了しました。追放されるプレイヤーは、2番の遺言を発表してください。わかんねえんだよな。はい、ボタンが押されてんだよな。標準が狼で嫌だからなのか、相方が押してんの。だるいよな。夜が更けました。人狼に騎士の方は、夜のアクション。え？私が悪人ですって？もう、怒りますよ！あ、こんばんはね。いいわ。でもしかどうかわかんない。配送ボタン押されてるのもあるから、配送ボタンが押されてんだよ。夜が明けました。なのか。昨夜は、まあ、36の精査しなくてもよかったかな。5番のプレイヤーが発言します。2番目だな、これ。あ、でも2番黒だから3番つって道は繋がるって感じ。ああ、2黒9白。まあ、とりあえず3番。わかんないけど、とりあえず3番さんから1回落としたいかなっていうふうに思いますかね。結構、9白結果って意外っていうか、9番の人外濃度って僕高いと思ってたから、だから9番さん、なんかツリーチ上げたからうんぬんじゃなくて、なんか雑なんですよね、その8の白置きの仕方が。だから、多分おかしく見られてたと思うし、なんだろうな、まあいいや、結局9白結果だから、で、8番さんに言っとくけど、僕は3のローが、低いとは言ってない。3のローがあると言いましたね。まあ、そこは把握漏れなんで、まあ、把握してくださいって感じかな。だから、とりあえず3番視点で、ニクロが出てるんだったら、とりあえず今日は3番さんから入れたら、まあ、なんだろう、PP ないっていうか、まあ、少なくとも明日は来るんで、今日は3ずりでいいのかなと思ってますかね。どうしようかな。ごめん。僕、正直3番さんの発言、結局落ちてて聞けてないんだけど、1番さんの話を加味すると、共鳴の方が高いってことなのかな。まあ、どうなんでしょう。で、とりあえず僕は3落としを推奨しといて、で、8、7、8の精査したら、やっぱ7番さんの方が白く感じてしまうかな。だから結局、なんだろう、思考ロックじゃないとは思うんだけど、8番さん、9番さんって、例えば9番さんとかって、その8番さんのなんか把握漏れも指摘できないじゃん。僕明確に3のローが、3番さんロー目があるって言ったのに。どうしようかな。まあいいや、まあとりあえず僕の情報更新としてはそんな感じですかね。はーい。6番のプレイヤーが発言します。でもね、3番がニクロ結果を落とすメリットって、人狼へのアピールだと思うから、これは587に2狼いると思うんですよね。3狼で2番に黒を打つメリットって、一番ないように思うんで、587の形勢の中で考えるのであれば、78って俺は繋がらないと思うんです。あ、八幡さん昨日申し訳ないです。自分の勘違いでしたね。で、ですのであれば、8番が9番に印象いいって言った内容も自分は納得いくんですよ。87の老老編成っていうのが見えないので、まあ5番は確定人狼なんだろうなっていうふうに思ってますかね。三強人58狼もしくは57の狼ですが、ここで7番を釣りたくないって、7番は白く見えてるっていうふうに5番が落としてることから57のつながりって薄いのかなってところで、最終的にはすいませんが三強58狼狼が濃いのかなっていうふうに現状か思っています。今日は例の決め打ち盤面ですね。3番さんに言ってください。興味が高いとはいえ、まあ、ローで、どうだろうな。
いや、でもわからないですね。その強靭としてのムーブを取って、グレーに縄を持っていきたいだけかもしれないので、やはり3番の色結果を見る必要はありますので、今日は3番からお願いします。で、その、あ、今日決め打ちですよ。ローラーなんて言ってないでくださいね。決め打ちですからね。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。申し訳ないんですが、現状3、6で決め打てる要素っていうのは全く拾えていなくて、ただ今日の、あの、神市で、占い師連神ではなく4番さんから言っている余裕があるところから2浪残っているんじゃないかなっていう思っていて、なので2番さんで浪が落ちていることってあんまり考えにくいんじゃないかなって思うんですよね。もしですよ、もう本当にあの限りなく可能性低いと思うんですけど、万が一4番さんがアーマーしてた場合って結構危険な行為だと思うので、二浪いるんじゃないかなって思っているから、三番さんにせかなと思っていて、三番さんに投票しようかなって、現状三番さんに票が傾いてますね。でも三番さんの相方位置っていうのが私わからなくて、5か8になると思うんですけど、5番さんは三番さんに行くって言ってるし、8番さんも三番さんに行くって言ってた？8番さんの発言をあんまり覚えていなくて、2周目結構弁解と聞こえていなかったっていう発言で、8番さんに対する印象が全くないので、2周目聞いてみないとわかんないけど、5-3-6-6っていうのは、まあ、あるとしたら身内切りで、なんか露骨には見え、まだ現状見えてないかなっていう印象なので、3-8?3-5? とりあえず3番さんは絶対釣ろうかなって思いますね。決めてる要素は正直ないですが、盤面的に3番かなって思います。8番のプレイヤーが発言します。そうだ。7の連が運のはおかしいと思います。4って1日目の1周目でアーマーじゃないわ。ムラスラ嫌いですみたいな発言をしてることから、4のアーマーって追えないと思うんだよ、絶対に。そのレンガ云々の話は俺は違うというふうに思いますよ。なぜなら4がその発言をしていることか。もし仮に霊能が神教の場合、俺目線5-7-6-6になるんだけど、そのもしね、6神聖化の場合ね。まあ、5-7-6-6はうなずけると思いますよね。だって5俺釣りをしてるでしょ。で、7に関しても俺ヘイト持ってきてる構造から5-7-6-6っていうのは全然見えると思います。ただもし仮に、三神世界の場合、二で狼が落ちてて、5-7のどちらかに一郎がいるんだけど、そこの精査はね、まだついてないが、7の発言で、その4のね、その精査、発言を汲み取れてないことから7の方が怪しいというふうに思います。はい、そうだ。これぐらいしか言うことないですけど。霊能精査で言ったら、まあ、6マックス強で、ローがあるとすれば3なんだけど、3がローで、1周目に霊能し、占い使用して霊すら、ローだったら俺は死ねなぜなら、霊能って大体、まあ、レギュラー的に釣り切られるじゃないですか。だとするなら、そこまでして霊すらする必要あんのかな。占いで出てた方が狼だったら強いんじゃないっていうふうに思うから、3のローは追えないですね。なんで5-7-6-6が一番濃いと思いましたっけ。9番のプレイヤーが発言します。これ5-7-6-6-3-強だね。5-7-6-6-3-強で6しました。6番さんもう僕新ロックしてます。もう決め打ちますよ。はい、あの7番さんって言ってることおかしいんですよね。なんか3-6決め打てる要素ないから決め打てない、だからローラーするっつって今日3から行くんでしょ。3から行くんだとして6ローラーするとして、3つるじゃん。でも、狩り噛まれてるから噛まれるじゃん。で、6釣るじゃん。で、狩りいないから噛まれるじゃんってなったとき、3が死んじゃないときは、3が死んじゃなかった場合、6が死んだった場合は、3の黒で、3の2黒で落ちていなかった場合は、負けなんだよね。多分、縄合ってるかな？ちょっと待って。そうね。7番さん目線、5、8狼とかだったら負けだよね。何？みんなは何？三六を釣り切るとか言ってんの？三番さんだけでよくない？普通に。六番さんがこの状況になった中で、なんか最初グレーをしたんだよ、この人。
る。なんか、いや、もうマジ、5-7ローローな、あれ、あったんだよな、マジで。そう、昨日7番さんめっちゃなんか、8番にヘイトが集まってたのを9番にずらしたでしょ。で、5番さんもそれをなんか今日の最初らへんずっとぐちぐち、9番さんに対して、ない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 って。これ、9番に黒塗り水域満々だったよね、5-7ってところやね。うん。だから僕、5-7ローローを3強だと思っています。はい。1番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、なくはないけどね。なくはないけど、9番さん占った理由は、のローラしたいって言ってたから、興味、3がローだった場合の巨人1ではないので、9番さん占いですね。一応進行提示しますね。3番さんは2で黒が落ちていると言っているので、まあ、今日は3を釣れば、2か3で確実に1陣ぐらい。もうほぼ3で一応ローラ、安定策は取れるけど、次の日決め打ちだね。6番行く進行は3が進6が強だった場合でも2で黒が落ちているので明日5、7、8、6、2、2、OK、なんだけど狼落とせば勝ち。6が進だったら、はい、6、7、3強、2、白だった場合でも、まあ、3番さんには申し訳ないが影響つられていただいて明日5、7、8、2、2人いる6強陣なら負け進行だけど3番さん進だった場合、うん、それを行くしかなくなる。そんな感じ。要はもう決め打ちなんだ。さあ、まあまあ、なんせそんな感じですよ。明日決め打ち。途中で説明わかんなくなっちゃった。はい。3番さんがニクロ主張しているので、3番さんを釣ればいいですか？絶対最短 PP はないので。で、6番さんが偽だった場合、6番さん強靭で、2番さんで黒が落ちているので、明日ね、一人狼釣れば終わりですから。5、7、8の精査をみんなはみっちゃ頑張って、明日確実に狼を落としてください。今日は3番さん、ごめんね。はい。死んだったらね。以上。明日6まで行くとか絶対ないからね。3番のプレイヤーが発言します。1番さん、ちょっと面白かったよ。うん。はい。9号で争わないでほしいかな。もう俺7人狼だと置いてます。はい。あ、一応私死んです。で6番さん強靭で7番さん人狼だと見てます。理由っていうのがね、俺ニクロ出てるわけだよ、人狼が落ちてんだよ。でそうなった時って なんていうのかな、7番さんって俺推し強かったよね。わかるかな、この5-8精査っていうより、とりあえず俺落としとこうっていう感じ。初日は全然白く見えたのは5番さん同様だったんだけども、この2日目に来てから、まあ余裕がなくなって、その4紙からの思考とか、落とし方とかが、もう人狼だなって俺的に思えた。で、5番さんに言っておくけど、初日の9番さん、2周目、結構良かったと思うけどね。俺はそう思うよ。うん。ちゃんと理由も説明できとったし、俺村志向だと思うよ。だから号泣村村で俺は争ってるようにすごい今見えております。はい。で8番さんももう、うん、ローメはないかなって思っている。2番が落ちている状況でのなんだ、あの考察ってなかなかできないと思うから、2-8ローローっていうのは。だからもう7番さんがつながる、俺の中で2-7なんかかわいそうだな、7番さんっては思った。2番さんがこういう状況だからね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はい。ということで、まあ明日は1番さんが噛まれるので頑張って、まあ考察してください。私は7番さんも人狼6しちゃってます。結果楽しみにしております。で、そうだな、まあ特にもう言うことはないんだけども、1番さんに言われたね、グレー詰めからだよねって。考えてみればそうだよね。最初グレー詰めで行こうと思ったけども、6番さんが対抗で人外だからさ、もう6釣りでしょって俺の中でなんか思っちゃったわ。それに関しては謝る。
うん、それでね、それは今日に見られたりとかするわ。ここは、うん、なんか、ごめん。ほんとごめん。だからね、なんだかんだ優しい人たちが集まってるなと。うん、2番が残念なやつだったなっていうところだけだったんで、まあ、どんな結果であれ、楽しみにしております。はい。まあ、人狼さんはかわいそうだなと、ほんと心から思っております。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。まあ、とりあえずもう6番さんの新進行でいいかなとは思ってて、だから、なんだろう、確かに、なんだろう、僕、初日の発言で気づかなかったけど、3番が老熟の時って多分2白結果指すんですよね。ってなった時に、なんだろう、2ロイル構成になって、確かにそうなるわと思ったから、あでもそうなった時に僕7、8なんだけど、でも7、8見づらいな。どうなんだろう。いや、だからね、これ、なんだろう、ブラシ点、マジ5、7とかに見れるんかもしれん、知らんけど、だから9番さんも、なんだろうな、やべえな、これ僕めっちゃ黒いな。なんて言えばいいんだろうな。いや、でも9番さん、言っとくけど、やっぱ9番さん、黒かったと思うよ。実際うなわれてるし。いいや、そこはもう、僕は間違えたと思うしかないから。どうしよっかな。だからまず本戦は、だから3強で置くんだったら、7、8ローで6進決め打ちでいいと思ってて、ただ7、8のロー要素っていうのはあんまり僕拾えてない。特に7番。8番はあると思ってるけど。それか、3番がわけわからずに2黒刺して、で、8番の発言の中から、なんちゅうんだろうな。なんかあったよね。なんか3と繋がりそうな要素が。ちょっとごめん、そこの精査忘れちゃったけど。やべえな、これ。まあ負けたらごめんなさいかな。はい。6番のプレイヤーが発言します。9番さん、57で見てるって言ってはったんですけど、自分は58の方が濃いのかなっていうふうに思っていて、まあ、7と8は繋がらないっていうのは明確じゃないですか。で、5番さんの今の発言で、5番さんって自分芯で決め打つ必要なんて全くなくて、自分強靭だった場合、5番さん目線で、2との、2827の精査をしっかりとするべきだと思うんですよ。それも一切せず、6芯決め打ちでっていう発言が5番から出てくること自体、7、8が繋がらないのであればおかしいと思ってるんです。だから9番さん今日は5を詰めません。で、7、8どちらかっていうのは、明日自分9番さんに従いますよ。はい。自分視点はちょっと57の方が濃い、57より58の方が濃いかなって思ってるんですけど、そこは9番さんに、今日もし9番さんが噛まれる可能性もあるので、もし9番さんが噛まれた場合は、噛まれる場合もあるので、今日のうちに57、58かしっかりと明言しておいてください。で、9番さんが5行くって言ってくれることは信じてません。自分5絶対人狼やと思ってるんですよ。8、7、2狼構成っていうのが見えないんで。だからお願いします。9番さん、今日どちらか、57か58か、今日の7、8の話聞いて、どっちか言っといてくれたら嬉しいですって感じです。今日5番行きます、自分は。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。実視点では6が真なのであれば、5、8両方ともローローになって、看板さんが真なのであれば、2番さんと国家8のどちらかになるんですよね。まあ、9番さんに関しては、白が出てるので、なんとも言いようがないんですけど、まあ、ワンチャンなんか3で黒が出てたら、9番さん強靭かなって思ったぐらい視点がちょっとわけわかんなくて。なんか、わかんなかったですね。なんか、8番さんに関しては、なんか聞いてなかったっていう発言で、発言を引き拾えてなかったので、8番さんに対する黒要素っていうのも全く拾えていなくて、5番さんに関しては私と意見が似てるので、正直どっちが黒とか、両方黒とかもっと考えれないですね。ただ、まあ、5番さんで取れるところは、6番さんを芯で決め打っているところ、私視点では6、3で3番さんを釣っておけば、
盤面的に3番さん釣りっていうのは安定だったと思うけど、5番さんが6番さんを支援を決める理由っていうのが分からなかった。うん。2番さんの相方で、2番さんの苦労を知っていて、3番さんの芯が見えていて、6番さんの強が分かっていて、6が絶対残したいっていう考察になりますね。5番さんに投票しようと思います。5人ケアも兼ねて、5番さんから投票します。8番のプレイヤーが発言します。7のその発言は良かったと思うけど。ただ7の2日目の発言がずっと気になってる。これは。ただ、5、7ともに偽要素があるので、俺目線一番しっくりくるのが、6神世界の3で強が落ちてて5、7ロールが一番しっくりくるか。もはやだって7が5、7ロールでも5釣り要素しかないよ。8行ったらおかしくなるし、ね、だって8の話聞けてないって7言ってるし、ね。まあ俺話はしてるんだけどね、二日目も関して。ちゃんと精査しましたよ、二日目は。7号に関してね。ただ俺は、追加ありがとうございます。俺は3でローが落ちてるとは思ってないので、3、だから、その、3がローで落ちてないっていう視点と、5、7ローローっていう視点が同じだから、3でローが落ちてないってことは、すなわち5、7ローローになるから。俺は別に。3でローが落ちないという思ってる理由は、まあさっきも言ったんだけど、1周目1番で占い使用して、で、霊能すらでしょ？ほぼほぼ釣り切られるでしょ？安定を好んで村は。だとしたら占い使用でそのまま居座った方が3がローだったら強いんじゃないっていうふうに思うから、5、7ローローが一番しっくりくるかな、俺目線。6がどっちかは正直俺はね、真偽はついてません。申し訳ないけど。サーバーさんどこ行くの？合わせます。9番のプレイヤーが発言します。超いつ、いつ、いつ。いや、なんか6番さんは7、8はないって言ってたけど、あ、えない？あ、オッケー。あ、ありがとう。いや、なんか5番さん、どうなんだろう。いや、もう7の陣外は俺ロックしてるから、もう、これ以上考察変えないけど、7番さんっておかしいよね、明らかに。だって7番さんって、8の考察聞けてないけど、だって2、5の、なんか2、5ローローのケアで5番さんから、意味わかんなくない？こんな。意味わかんなくない？え、視点破綻してるよね。え、なんで、あなた目線、5番さんになるの？なんで2、5ローローのケアなの？ 2、8ローローは見えないのって。視点おかしくないってなるよね。だからやっぱ7番さん、なんか、で、6番さんも、なんか5、7、5、8だから今日5から釣りたいって言うんじゃん。俺が思ったのは3が黒で、もう1枚いるのだったらあるかなと思ったんだよ。どっかに3が黒で、黒結果出たら、まあ、5、7、8にどっかで、まあよくわかんないけど、あんのかなと思ったけど、3が白なんでしょ？じゃあ7で良くない？マジで。意味わかんないもん。だって7番さんの言ってること。ごめん、全く意味がわかんない。僕は7から行きます。7番のプレイヤーが発言します。9番さんには何回も説明してるけど、2、8を追わないっていうよりは、8番さんに対して、8番さんはなんか永遠に私のことを殴っている印象はあるけど、それ以外の印象がなくて、5番さんは3番さんを堅くなに押して、6番さんのことを芯でロックしていることから、2番さんの苦労を知っていて、5、2、ローローで3番さんの芯が透けたから3番さんを釣りをして、強靭の6番さんをカゴっていうの、これしている
あの、人狼っていう線を追って、5、2のケアも兼ねて、5、2って言って5番さんから言ったんでね。6番さんが真なのであれば、私目線では、5、8両方ともローローなので、5、8どっちでもいいけど、もし6番さんが偽だった時は5番さんだと思うから、5番さんからっていう発言を残しているのね。だから9番さん、私のことをわからない、わからないって言うっていうのがおかしいよ。5番さん釣ってから。5番のプレイヤーが発言します。あ、すいません。あ、今、戻ってこられました。決選投票になったってこと？あ、5、7。ああ。いや、だから、もう一回、もう一回っていうか、いや、結構 HP 低くなっちゃって、もう何言ってもダメなんかなと思ってて、ただ6番さんが死に見えた理由っていうのは、なんだろうな。だから少なくとも、確かにそう言われたら3番ってローミより興味の方が高いなと思ったし、3番、6番の考察ってなんかそんなに間違ってないように聞こえてて、だから6番新進行でいいかなと思って、ただ、なんだろう、昨日の発言では落とせなかったけど、やっぱりあんまり7、8って見えなくて、なんだろう、やっぱ3ロージクから引っ張ってきたら、やっぱ8ってのが一番つながるのかなっていうふうには感じてるぐらいかな。はーい。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。あ、3番は村人陣営の勝利です。うわぁ、ごめんなさい。ナイスナイス。ごめんなさい、7番さんだったんだ。5番さん、俺を超人で置いたね。